18勝 8KO 1敗1引き分け KO 率4割4分です。5割5分誇っています。そして今日のレフリージャッジなんですが、レフリーは採点に加わりません。3人のジャッジによって採点が行われます。レフリーはメキシコのレイ・ソリス、これはそのレイ・ソリスという人は日本でももうおなじみのレフリーですね。今画面に映りました、金渡辺戦、金丸山戦もこのレイソリスでしたね、はい、よく知ってますよね。そして過去には小熊ゴンザレス戦、柴田アルデドンド戦、花形カント戦などもこのレイソリスレフリーが担当でございました。そしてジャッジは日本の内田正和さん、アメリカのリチャード・スティールさん、韓国のキン・サスゲンさん、この以上の3人のジャッジによって採点が行われます。WBC 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、まもなくゴング、今ゴングになりました。試合開始のゴングになりました。最初から一回になりますか。体を小刻みに動かします両選手、まあ、この動きを見てますとですね、はい、この寒さの分にチャンピオン挑戦者ともにやってきたような感じですね。準備運動はもう1時間ぐらいかけてやったですね。そうですか。身長ではわずかに、チャンピオンの金鉄砲が168cm、左が伸びました。金の左が石井の顔面を捉えました。一瞬緊張した表情を見せました石井浩樹。一方の石井浩樹の方は身長が 164cm、 石井の左が今度は当たりました。もうすでに会場内騒然としてまいりました。世界タイトルの時は非常に独特の雰囲気になると聞いておりましたが、相当これは雰囲気が日本とは違いますね。かなり違いますよね、はい、この中で石井浩樹は戦わなくてはいけません。ひげを蓄えました両選手です。石井の方は口ひげです。薄い紫の金のワンツーです。左から右と金のパンチが顔面に落としました。スロースターターと言っておりますこの金ですが、第1ラウンドから激しいパンチを繰り出しています。金鉄砲チャンピオン、しかし石井も負けずに打ち返します。この辺の野田さんの動きだと、おそらくですね、はい、金選手、石井選手は顎弱いですから、おそらく勝負していってるんですよね。なるほど、早くも第1ラウンドからチャンピオンの金鉄砲は積極的な攻撃を見せています。金のパンチのスピードなんですが、これはどうでしょう。スピードありますね。そうですか。ちょっと体のキレがいいですよね。なるほどね。一方の石井はまだ硬さがありますか。硬さがあります。金の左利きです。はい、昨日ですね、練習しましたですけども、ちょっと硬く感じたんですね。なるほどね、もっと楽に楽に戦ってほしいですね。はい、金のスピードある感じが伸びます。石井も右を返します。右のボディーブロー石井です。金選手そんなにパンチはないんですけども、はい、やはり正確に打ちますからね。左の服を返しました。チャンピオン金鉄砲、第1ラウンドあと30秒切っています。ボディの端に石井です。金の左から右、金の石井の反撃です。主導権争い、どっちが先手を取るかというのは一つのポイントだと思うんですね。これはちょっと意外だったんですけども、はい、石の第1ラウンドが終わりました。第1ラウンド沼さんの最初には10対9、早くもチャンピオンの金鉄砲が取っています。はい、早くも金鉄砲が取りましたが、これは、まあ、意外と言っては意外な展開じゃないんでしょうか。どうなんでしょう。そうですね、積極的に挑戦者の石井がね、はい、攻めていくと思ったんですけど、はい、逆にチャンピオンの金選手が積極的なボクシングやってますね。なるほど。さあ第2ラウンド開始の5分になりました。金の左はなかなかスピードがあります。
まあ、石井もですね、はい、金丸山戦あるいは金渡辺戦のですね、ビデオを見て十分に研究したんですが、まあ、あの渡辺戦の時よりも丸山戦の時の方がですね、左の使い方が金が楽しくうまくなったということを石井も言ってましたがね。そうですね、あのまっすぐ打つ左すべてと、はい、いわゆるあの突き上げるようなね、あのアッパー気味の突き上げるようなその左すべてがすごく上手な気がしますね。今日の金の動きはなかなかいいんじゃないですかね。あのすごくシャープですね。はい、かけますと石井も左を合わせます。まあ、石井選手もですね、はい、もう一つあの体で頭を振ってちょっと中入らなきゃいけないですね。ちょっと後ろ振ったこの水平です。石井はちょっとピンチです。金鉄砲積極的な攻撃、この辺で打ち合っていいもんでしょうか。もう相手が打ってくるからやはり打ち合ったらいいんですよ、はい、ただね、頭をいわゆる相手の懐にね、持ってるような打ち方しなきゃいけないです。あのままじゃ危ないですよ、はい、金の右ストレートが当たっています。左ピックです。今度はチャンピオンの左右アッパー、また左を戻します。金ちょっとバックハンドを使いました。チャンピオン左から右のパンチがいいですね。なかなかいいですね、はい。ボディから上に打っていくっていうのが一番いいんじゃないですか。なるほどね、はい、ボディから顔面への回避、ちょっと顎が上がっています。しかしよく石井も反撃しています。チャンピオンの金鉄砲石井の右です。早いラウンドから積極的な攻撃を見せています。これが4度目の防衛戦になります。チャンピオンの金鉄砲左をもらってはいけませんね。左で上がったらすぐ右に返ってきますからね、はい、それがあの金選手の武器ですね。石井の顔面が赤くなっています。まあ、石井の体がですね、はい、どのくらいで温まってくるか、この辺も興味ありますかね。はい、右ラッパーから右ストレートは金鉄砲チャンピオン、非常にシャープな動きです。ワンツーです。チャンピオンパンチの強さという点ではどうでしょうか。今第2ラウンドの終了のラウンドになりました。このラウンドを7つの採点1ラウンドに続いてチャンピオンの金が取っています。10対9です。78年の10月7日プロにデビューしました、プロのキャリアが3年3ヶ月ありますチャンピオンの金鉄砲、そして1981年去年の1月25日ラファエル・オローのベネルーダを9ラウンドノックアウトしまして、新設の世界ジュニアバンタム級2代目のチャンピオンになっています。第3ラウンドが始まりました。しかし石井もですね、はい、積極的に攻撃してますね。もう少しね、状態を低くしても、はい、攻めてた方がいいですね。なるほど、あまりにもパンチ食いすぎます。右が服ですね、はい、これはダウンを取りました。レフリーのレイソニス、石井が逆に右の服、膝を思わず膝をつきました。チャンピオンの金鉄砲、まあ、お互いに顎のものがありますからね、はい、そこをうまくこの右服でついたって感じますね。これは目の離せない試合になりましたね。まあ、石井も一発当たりますと倒れるケースになりますからね。ただ今倒したんで、はい、沈みすぎないでね、肩の力抜いてやってもらいたいですね、はい、気分的にはこれで挑戦者の石井はだいぶ楽になったのではないでしょうか。だいぶ楽になったです、はい、3ラウンド右のフックでチャンピオンからダウンを奪いました挑戦者の石井浩樹。しかしチャンピオンの金鉄砲は左フックです。石井もパンチを返します。薄い紫のトランクスが挑戦者の石井浩樹、そしてグリーンに黒のサイドラインが入りました。これがチャンピオンの金鉄砲、髪の毛の長い方です。3ラウンド右のフックでダウンを奪っています。石井浩樹マウスピースが飛びました。右のアッパーです。石井、まあ、これチャンスですからもうガン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 もう攻めた方がいいですね、はい、相手を休ませてちゃいけないですよ、
まあ、できれば一度 KO で勝ちたいという気持ちがあるでしょうからね。激しい打ち合いになっています。非常に手数の多い甲子園になりました。これは相打ちです。金鉄砲のパンチが一発入るたびにわーわーという歓声が起き上がります。手を打ち下に表情です。こう見た感じ、ね、完全にこう倒そうと狙ってますね。あーそうか、チャンピオンの右のアッパーどうですか。金の右のアッパーですか。それほど威力はないんですけど。どうですか、相手との距離なんですかね、これはどうでしょうか。これはあのお互いの距離なんですよ。あただあの石井選手ですね、はい、もう少し上体低くしてほしいんですよ。上体を、そうするとその右フックのパンチあの食わないと思うんですよ ね、 なるほどね。あのかなり練習ではですね、あの膝を落とす、体を落とす練習をしていたんですがね、まあ、相手のフックを警戒してということなんですが、まあ、今のところどうですか。このラウンド石井光輝が10対8、沼さんの回転で取っています。金鉄砲チャンピオンがいい動きをしてですね、ポイントを沼さんの上では取ったんですがね、はい、あの3ラウンドに石井が素晴らしい今ダウンを取りましたですね。はい、そうですね、右のスクラスですね。右のスクラス、はい、さて試合はこれから第4ラウンドに入ります。右手を高々と上げました。いかにも勝ち起こったようなチャンピオンの金鉄砲です。まだ元気だというところを見たんでしょうね。そうです、はい、顎ひげを蓄えておりますのがチャンピオン、口ひげを蓄えているのが石井光輝です。まあ、石井選手軽いパンチでもいいですから、はい、先手やっぱり取った方がいいですね。そうですね、年齢の方は石井が29年の8月3日生まれ27歳、一方のチャンピオン金鉄砲はまだ20歳です。1961年の3月3日生まれです。しかしなかなか甲子園になりましたね。あの目が離せないですよね、はい。まあ、最初はあのチャンピオンがペースを掴んだかに見えたんですが、3ラウンドの石井がダウンを奪ったことでまた試合が振り出しに戻った感じがあります。石井の右です。左を伸ばします。石井光輝、左のリードが当たり出しましたね。あのダウンで、はい、あの勝ち者ですね。そうですか、左のキックはチャンピオンです。左のキックです、チャンピオン金鉄砲です。これが4度目の防衛戦になります。右の右が当たりました。右のキック、初防衛戦は日本の渡辺ジオ、そして2度目の防衛戦はアメリカのウィリー・ジェンセン、そして3度目は日本のジャッカル丸山、そしてこの石井が4度目の防衛戦になります。チャンピオン金鉄砲です。一方の石井の方です。この試合がもちろん世界タイトルは初めて、初の挑戦になります。この試合に備えまして世界のキャンプを張りました石井光輝、激しい全く目の離せない試合となりました。好試合です。生活の点でもほとんど変わりありませんか。あのちょっとやばい石井選手の方が手が少ない、多いですか。少ないですか、はい、もっとそうしますと石井としては手数どんどん出していいですね。あの積極的に力のその正確さがね、あーなるほど、だん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 、はい、第4ラウンドが終わりました。このラウンドはチャンピオンの金鉄砲が取っています。鉄砲なんですがね、この試合に備えて100ラウンド以上のスパーリングをやったということです。まあ、あの石井についてはアマチュアの経験がありスピードのある強い上手い選手だが石井には負けないと、
しかし世界タイトルだからやってみなければわからないというようなことを言ってましたがね。そうですね、はい、まあ、あのかなり自信は持ったんですね。そうですね。さて試合は第5ラウンドに入りました。沼津さんの採点では3ラウンド石井が2フックでダウンを奪いました。10対8。あとのラウンドは全てチャンピオンの金鉄光が10対9で取っています。WBC 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、試合は第5ラウンドに入っています。韓国台中市にあります京北室内競技場で行われております。 WBC 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ15回戦、チャンピオンの金鉄光、そして挑戦者の石井幸喜、紫色のトランクス、こちらが石井幸喜です。グリーンに黒のサイドラインが入りましたのがチャンピオンの金鉄光。ボディへのパンチです。石井幸喜、今のパンチいいですよね。そうですか、手の上に返してますからね、はい、やはりあのチャンピオンの金鉄光で一番警戒しなくてはいけないパンチといいますと何でしょう。やはりあの右スクですか。右のスクが当たりましたね。リードから左のフォローがありました。チャンピオンの金鉄光です。金鉄光のワンツーです。まあ、リーチの点では多少金の方が長いでしょうか。え、まあ、ここから見たら同じように見えますけどね。いつもちょっと長いんじゃないですか、はい、細かいパンチを繰り出します。しかし1位を左のフックで返す。右のフック1位、右です。チャンピオンの右ストレートを左フック、まあ、石井の攻めなんですがね、はい、あの上体の動きがですね、はい、ちょっと単調なような気もするんですがね、あのどうでしょうか。確か単調なんですよ、ですからワンパターンじゃやっぱりいけないですから、はい、だからもう少し体を振って上体を低くね、相手の懐に入って打てば一番いいんですけどね、はい、もう少しあの膝を使った方がいいですね。膝がちょっと硬いんですね、はい、左のボディーブローをあんまりブロックしています。石井幸喜、金はですね、はい、ボディーブローで相手を倒したケースというのがありますね。なかなかいいボディーブローを持っているようですね。チャンピオンはうまいですよ、はい、コンビネーションブロー。金の右が顔面を捉えました。1位の顎を捉えています。手数の点では今のところチャンピオンが勝っています。1位としては手数で圧倒しなくてはいけません。今日はキャンプを張りました千葉県の清澄温泉から石井の応援におよそ50人ほどの日本人が詰めかけております。今第5ラウンドがありました。このラウンドは10対10、10対10のイーブンです。失礼しました。滝新庄7ラウンド1分23秒 KO しております。石井幸喜、56年の3月3日には東洋太平洋フライ級チャンピオンだった当時 WBC 4位の楊光珠、韓国に判定勝ちしまして世界ランク入りしております。さあ試合は第6ラウンドに入りました。10番戦です。石井が軽く左のストレートジャブを伸ばします。挑戦者の石井幸喜、右です。石井の右、あの右がいいですね。石はね、右いいですよね、はい、まあ、しかしあのクリンチもない、そして激しい打ち合いのですね、大変ないい試合になりましたね。あの好試合ですよね、
チア、ガッツポーズね。かなり効いてますね。はい。金鉄砲左右のパンチ、チャンピオンの右足、意地持ち返す。左右の服、左右の服、チャンピオン、一陣です。今度はボディアのパンチ。まあ、ここで一陣は下がっちゃいけないですね。はい、倒されてもいいからもう前に出て、はい、手出すことですよ。そうですか。はい、しかし、石もよく頑張っています。まあ、これだけ攻撃されますとですね、はい、やはり手数で対応しないとダメでしょうね。ダメですね、手数出して。しかし石井もよく反撃しています。このピンチを脱することができますか。ちょっとチャンピオンも落ち着かれましたか。このラウンドガンを出しています。左服、チャンピオンの左服が顔面を添えています。今度は石井の右、石井の右服。どうやら30秒切りました。どうやら緊急を出しましたかね。そうですね、はい、まあ、強烈な打ち合いなんて分かんないですよ、本当に。さあ、石井、このラウンド緊急を切り抜けることができますか。顔面に当たっています。チャンピオンのパンチ、左利き。このラウンド残り時間ほとんどありません。第6ラウンドの沼津さんの採点は金鉄砲10対8で取っています。沼津さん、はい、第6ラウンド今スローモーションがこれから出てますが、左のフックでしたかね。左のフックですね。飛び込もうとしたところをロングフックですかね、うまくタイミングよく当たったんですね。仰向けに倒れました。その後のチャンピオンの攻撃がすごかったですね。まあ、石井選手もよく持ちこたえてですね、はい、さて試合は第7ラウンドに入りました。まあ、今の1分間の休憩で石井がどの程度回復しているでしょうか。まあ、アマチュアからですね、輝かしい実績を引っ提げましてプロの道を選びました石井光輝。とにかくチャンピオンベルトを取るのが石井の夢であります。もちろん世界タイトルにはこれが初の挑戦になります。石井光輝、金鉄砲の左が飛びます。しかし石井も左のジャブを返します。石井の左です。あ、ちょっと腰を落とした。ちょっと腰を落とした。石井光輝ちょっと顎が上がってますね。石井ね、そうですね、今先ほどから言うように状態をもう少し低くして、今のようにですね、はい、下がっちゃいけないですね。相手も前に出てきたら、はい、やはり自分も前に 出ていかなきゃいけないですよ。しかし今日のよくこの人は逆転やりますからね、はい、しかしもちろん金のパンチも警戒しなくてはいけません。一発で二度とも倒れています。石井光輝、バトルです。チャンピオン金鉄砲、チャンピオンのマンチューです。石井もボディを打ち返す。こう打ち合ってもちょっとスピードが違いますね。あ、やはりチャンピオンの方がスピードが残ってますね、はい、石井の左顎を捉えています。細かいパンチ、顔面に細かいパンチを狙います。チャンピオンの金鉄砲、石井の右です。石井の右、石井の右、右アッパー。今度はチャンピオンの左が当たりました。まあ、石井としてはですね、はい、まあ、チャンピオンの左をあまりもらってはいけないんですが、はい、まあ、状態、そうですね、横への動きはどうでしょうか。それが全くないんですよね、はい、ですからもう体で頭を振って、いわゆる横から打つということをね、はい、やったらいいんじゃないですかね。チャンピオンの金鉄砲はラッシュ、左の服、これゴングです。これゴング、第7ラウンドもありました。このラウンド
やはり1位がダウンを奪われまして10対8、6ラウンドに続いてチャンピオンの金鉄砲が取っています。丸山さん、はい、第7ラウンドもですね、また金にダウンを奪われましたね。鮮やかというか一発で倒れましたかね。まあ見事で、まあタイミングがいいですね。なるほどね、タイミングで倒れたマッチということになりますかね。試合はこれから第8ラウンド後半戦に入ります。これまで石井が1度のダウンを3ラウンドに奪っています。そして6ラウンド7ラウンドは逆にチャンピオンの金鉄砲がダウンを奪いました。もちろんチャンピオンの金鉄砲がポイントの上でもリードを奪っております。左右のフック、チャンピオンの金鉄砲、しかし石井もよく頑張っています。本場で頑張ります石井コーチ。しかしパンチのスピードは明らかにチャンピオンの金鉄砲が勝っています。チャンピオン金鉄砲4度目の防衛に成功しました。第8ラウンド右のアッパーから、右のフックですね、フックです。アッパーであのちょっとぐらついたと思ったんですが、その後右のフックのフォロー、これで完全に石井はダウンを奪われまして立ち上がったんですが、レフリーが止めました。チャンピオンの金鉄砲が4度目の防衛に成功です。石井は残念ながらタイトル奪取はなりませんでした。いやしかしですね、はい、まあ、今あのチャンピオンの金鉄砲の手が高々と上がっておりますけれども、今日のチャンピオンの金鉄砲の動きは過去の渡辺さん丸山さんに比べてかなり良かったんじゃないでしょうか。あのパンチが切れましたですね。あ、そしてスピードがありましたですね。もう一つそのスピードについていけないという感じしました。選手、はい、今勝ちましたチャンピオンの金鉄砲にですね、認定書が渡されます。まあ、石井なんですがね、はい、まあ、今日は、まあ、3ラウンド一度ダウンを奪いました、はい、まあ、この後展開が変わるかと思ったんですが、その後もチャンピオンが野橋さんの採点ではリードを奪いました。まあ、今後の石井の課題といいますかね、まあ、もう一度その世界を目指すためにはどういったところを勉強したらいいと思いますか。これ見てね、一番やっぱり感じたことは、全体が硬すぎるんですね。金選手から見ればパンチでもいわゆる体の動きなんかでも超こうシャープなんですよ、はい、ですからもっとその体の柔らかさをもっともっと勉強した方がいいですね。なるほどね、はい、まあ、そのためには柔軟体操とかですね、まあ、いろんな方法があると思うんですがね、まあ、あと関節ですね、はい、いつも柔らかく柔らかくやっぱり使うことですね、なるほどね。まあ、一方のチャンピオンの金鉄砲ですが、これがまあ4度目の防衛戦、まあ、あの試合もですね、当初1月2日が予定されていたんですが、いろいろ伸びたりしてですね、まあ、石井としてもなかなか調整の方が、どうなのかということがあったんですかね、はい、まあ、その点は心配なかったというふうに、セコンドサイドも言ってたんですがね、まあ、それは心配なかったじゃないですかね、はい、まあ、一方のこのチャンピオンの金鉄砲ですが、一戦ごとにこう自信というかたくましさを増しているようなそんな感じがするんですか。あのかなりやはり力つけてきていますね、まあ、この今画面に映っている表情なんですが、非常にあのチャンピオン金鉄砲も嬉しそうですね。まあ、韓国もですね、金韓金が敗れましてですね、渡嘉敷にチャンピオンはこの金鉄砲ただ一人になってますんでね、まあ、それだけにその期待も大きかったし、今日の歓声もすごいものがありましたけどもね、期待通りな試合やったんですね、はい、その勝ちました4度目の防衛を果たした金鉄砲に今韓国 KBS のアナウンサーからインタビューが行われております。まあ、真ん中に見えるのがトレーナーの金さんですね、はい、まあ、あの当初は高州館トレーナーがついていたんですが、現在はこの高州館トレーナーに代わってですね、金さんと右側の金さんですか、金トレーナー、この2人が、このチャンピオンの金鉄砲のトレーナーをしているというわけですね。まあ、沼津さん、はい、石井としては
常に残念なことになりましたけれども、もう一度一からやり直して世界を目指してほしいという気がしますね。そうですね、まだチャンスありますからね。はい、まあ、今日はですね、石井の方は自衛隊時代の、ボクシング部長堀江先生も同行してですね、万全の体制でこの試合に臨んだ、暖房の点、そういった点なども十分に考慮してですね、来たんですけれども、残念な結果になってしまったということなんですがね。まあ、しょうがないんじゃないですか。まあ、あれだけ前に出て手も出したし、はい、まあ、力の差というのはかなりやはりありましたか。やはりその力の差というのは、その3度防衛している、そうですか、金選手のその自信ですね。8ラウンド47秒、日本の石井光輝をチャンピオンの金石光が見事にノック。